では続けていきますか。はい、なんとね、山口先生のですね、高校時代の恩師の N 先生からお手紙いただきましてね。そうね、はい、M 先生に、はい、コミックの1巻から3巻を送ってみたんですよ。はい、あ、日本回帰校ですね。もうあの、うん、城南高校の話も出てきますから。ああ、そうだったですね、うん、その感想を、はい、寄せてくれましたね。寄せてくださいましたね。あの、国語の先生だったということで、うん、もう80代ですけれども、ね、ちゃんともうワープロだかパソコンだかでしっかりとね、打っておられる。パソコンかな、うん、はい、山口敏太郎様、この間はとっても面白いご本をお送りくださりありがとうございました。すぐにお礼のお返事をと思いながら、例のぐうたらにて遅くなってしまいました。とりあえず、佐那河内のおみかんをお送りいたしましたが、お便りも添えず失礼いたしております。ということでね、みかんがね、たくさん送られてきましてね、うん、あの、ちょっと乾いた喉を潤って、潤わせて、なんか私が、コクがゲロゲロになってしまいましたね。もう2は毎日食ってますよね。そう、みかんね。よかったです。はい、腹をみかんで埋めてるんですね。腹をみかんで埋めてる。毎日食べるもんがないから。あ、そんな、またそんなことを。毎日、ね、うん、俺がね、はい、あの、米いっぱい20キロぐらいあったから、うん、はい、これ持ってっていいぞって言ったら、はい、全部持ってきやがって。だって持ってっていいよって言われたらね、持ってっちゃいます。20キロ持ってっていいって言われたら、入って半分だけ持ってくとか。いや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 。ね、もう全部持ってっちゃってすごい、うん。いや、そのままもう言われたまま受け取られたと思うんですよ、ね。バカなんじゃないですか。なんでそんなこと言うんですかね。ひどいな先生。いや、だから、うん、おにぎりを毎日塩むすびを食って、素晴らしい、みかんを食って、うんうん、腹を膨らませてるんですよ。いいです。ちゃんとね、ご飯炊くんですよ。偉いですね。私なんか炊きませんよ、ご飯。僕ね、はい、やめた某女子とは偉い違いです。偉い違いですか。そうですか。だからね、早くニュマさんのね、お給料を上げてあげて、みかん。まあ、うん、ちゃんと仕事ができるようになったね。そうですね。よくやってくれてますからね。まあ、真面目にやってますよ。すごい真面目な人ですよ。うん、はい。で、じゃあ、みかんね、ありがとうございますと。はい。以前にお送りくださったのも読み返し、奥様とこんなに趣味の合う楽しそうなお二人はずっと仲良くお幸せであろうなと安心いたしております。失明した犬のプリンちゃんのお話には共に涙いたしました。お二人の愛を受けてワンちゃんたちも幸せね。今このお便りを書いているパソコンに、うちの元野良猫のミントがすり寄って傍らに置いた虹の橋を見とれております。虹の橋、傍らに置いてあるんですかね。いや、虹の橋の俺の作品でしょ。あ、虹の橋の本ですね。ああ、はい、うん。おじさまが夢枕に立たれ、山口家を継ぐようにとのことで、山口さんになられたけど、私には狭間くんです。J 高校教室で、谷中くんらと楽しそうに議論していた若い可愛い人です。ずいぶん有名な先生になられて、今一緒にシェイクスピアなど読んでいる堀井先生のお嬢さんも、私の孫もあなたのことはよく知っているそうです。テレビや本やその他で、そうですね、この間ね、私、あの、山口先生の高校時代のアルバムを拝見しましたがね、意外にもイケメンで昔から僕はイケメンでした。意外にもイケメンでしたね。だから、あの、太郎ちゃんと俺が似てるってのは嘘じゃないでしょ。嘘じゃないですけどね。似てるんですじゃあ年取っちゃったからこうなったっていうことで年取っちゃったから僕はなんか、あの、はい、あの、脇役のなんか悪役キャラみたいな感じになってるんですよ。あ、でもね、この高校はあれですよ、あの、進学校ですけど、皆さんおしゃれで、ね、おしゃれにも気を使っていらしてね、髪型とかで、まあ、イケメンと美女揃いの高校でびっくりしました。当時ね、はい、あの、あ、そう、徳島県一の、はい、なんかね、うん、プレーボーイ校あの、プレーボーイ校なんですか。お嬢様と、はい、あの、おもちゃま高校とかいう、うん、なんか、うん、そういうも項目で選ばれてました、はい、あ、すごいですね、うん、で、普通はだから進学校とか割とね、なんかガリ弁気味でなんか老けがいっぱいついてる男の子とか、そうそう、だから、ね、なんかね、近所の中学生とかが、うん、
乱入してきたりするんですよ、ヤンキーが、はいはい、ヤンキーがよく捕まってましたよ。 なんでヤンキーが乱入してくんですか。ガリ弁野郎とか言ってやばーって入ってきて、うんうん、はい、で捕まってました。バカじゃないですかヤンキーダメですねそんなヤンキーはヤンキー全盛期ですから、ね、ヤンキーになんかね憧れられてたんじゃないですか、あの頭がいい学校とかはね。俺らは冷めてましたから、うんうん、はい、無能のやつらのだからね本当にあのアルバム見る限り全然そのガリ弁集はないんですよ。ないでしょ。その辺ちょっとびっくりしましたね、うん、はい。でね、それでちょっとどこまで行ったかなはい、月1回の読書会、今テンペストを読んでいますが、アリエル最後の場面でプロスペロの仕事を終えて 大気の中へと自由に飛び立つところです。最初送ってくださったあなたのご本に載ってますね。堀井さんとは一緒に読んでというより一緒に食べてぐうたらを言い合ってるのです。最初の教え子で堀井さんと同い年の私より4歳年下の吉田先生と3人の30年にわたる読書会でしたが、吉田さんは脳梗塞で倒れ施設でおります、うん、とても残念ですがもう彼女も82歳ですからね。教え子たちに教えてもらいながらの読むといっても先人の翻訳書片手に読み解くのです。大昔の坪内逍遥さんなんかとても美しい言葉で翻訳、谷中君やあなたなら翻訳書なしでいけるでしょうと思いつつ、私はもうプロスペロの心境で、まだ日の峰施設にいる高一のことが心残りですから、全く同じではありませんが、息子さんがね障害を持ってらっしゃるんです、うん、はい、体が悪いんで、はい、心配されてる、ね、心配ですね。はい、で大場健二さんの翻訳で言うと、三度に一度は墓への思い、お墓、墓への思いということです、うん、あの世とこの世の狭間でいるわけです、うん、とこの辺がねちょっとねシャレになってますね、うん、まあそうですよね。はい、小学生の頃我が家から一山離れた同じ佐那河内村の佐賀にいたのですが、うん、そこに赴任の音楽の先生が作詞作曲をした歌が残されてて、うん、谷の狭間の佐賀妙の春は桜の馬場の霞に開けて、うん、おいらの鐘に暮れ土叩く、うん、ゴンと身にしむあの寺の鐘、うん、その寺の下に園瀬川の源流の一つが流れてて、道路に桜の木がある。その道路が運動場であった国民学校に入学した私、うん、あの頃から狭間綺麗な言葉と思っていたので、うん、あなたの名前は担任になって一番に覚えました、うん、ほう、これ名前で、ね、覚えられたのか、ちょっと悪ガキ臭かったから覚えられたのか。いや、悪ガキ臭くはないです。そうですか、真面目な。常に冷めてました。冷めてたんですね、うん、はい、最初の妖怪辞典はあなたが書いた、挿入のは別としてと思っていましたので、漫画もご自分かと思いましたが、今回のは末広さん、あなたの別名かとも思いましたが、スタッフがたくさんおいでなのですね。山口先生の顔は狭間くんの面影彷彿とさせる絵で懐かしく思いました。谷中くんも出演でしたね。今も仲が良いのでしょう。仲が良いんですか。いいですね、高校時代のお友達、うん、人の寿命も長くなりました。これからがあなたたちの本当の人生の始まりと言っても良いくらいです。山口大先生はこれからも新生し、常に前に幸せにお進みください。気になりましたが、あの狸付きの亡くなられた人は誰でしょう。実在の人だとすれば、北島町の狸の祠建設、小松島の金町神社移転などあなたのおかげなのですね。そういえば竹宮恵子さんと北島へいらしたものね。あの人の素敵な空港のステンドグラス、この間見ました。長い間空港にも行ってなかったので、うん、はい、竹宮恵子先生、漫画家のね、僕の先輩ですよ。先輩ですね、高校の、うん、竹宮さんと僕が、うん、はいはい、あの M 先生の教え子ということになってます、はい、はい、教え子ですね、一緒に、ね、いや、だからすごいですよ、山口敏太郎と竹宮恵子を育てた先生が、うん、はい、素晴らしいですね。まあ他にもなんか有名人が出てたりとか
しそうですけどね。いや、あの先生が教えた、うん、担任した生徒の中で、はい、僕らが出てくる。あ、それはね、すごくね、いいですね。はい、花高々ということでね。そうですね。はい、うん、はい、あなたが講演なさったという地蔵峠の服部さん、大黒様は絵の仲間でした。青海波俳句、うん、の、主催斉藤梅子さんの句碑落成で行ったことがあります。生前俳句をお教えいただいたのですが、今は短歌を締め切り当日に作るといういい加減の私です。その私は野上さんだけ可、後の人皆優と言われた8歳国民学校書道時間のトラウマで、生涯文字を書かず下手この上なしで生徒にも迷惑をかけたのですが、今頃初心に帰って習ってます。近くにいた私の母が人気者だったので、その女先生は気に食わなかったらしいのですが、今日以後文字が必要なのはあの世で閻魔帳に記載するくらいかな。また今日はふれあい健康館で踊りました。年齢を発表してもいいですか。皆さんの励みになりますので、と早苗先生、いくらでも言ってください。86歳です。人前に出るのが恥ずかしかった一生を克服しました。年取ったね86歳でもまだね元気でいらっしゃってね、うん、ダンスとカラオケのおかげで背筋も曲がらず元気です。子供の頃は脳膜炎をはじめ病気ばかりでしたのに、子供の大病と忙しさで自分のことは忘れているうちにドワーフではありますが頑丈にはなったようです。うん、ドワーフってなんかあの妖精っぽいやつですよね。ほう、 J 高校の愛しい人たち、才能あり心深い狭間くんのお幸せ祈っております。ご健康に留意なさってご活躍ください。不思議なこと、ワクワクすることに没頭しながらも、しっかりと冷めた目でもって人間を見るあなたの強靭さにエール。素晴らしい子供たちに会わせてもらいながら、私自身はいい加減の教師であったこと謝ります。谷中くんにもよろしくね。もうみんなにお年賀もやめておりますので、すべてに言葉足らずのままでさようなら、ありがとう。はあ、ということでね、いいですね。高校時代の先生とまだやり取りをされている。いや、もうその先生だけですよ。ね、それでもね、一人でもいらっしゃることが、40年だったんですね。はい、40年ですね。あっという間ですよ。あっという間でしたね。はい、もう死んじゃってます。誰ですか、先生とか。あ、私ね、全く連絡取ってないんですよ。あら、だからね、誰がどうなってるか分かりませんし、うん、この間なんかね、あの同窓会のハガキが来てて、いや、これ行かないなと思って、でもあの一応近況とかのね返事は出そうと思ったまま忘れてしまいまして、うん、ね、またなんか行方不明者みたいになってるかも。あ、ね、知りますね。そうですよね。ペットの死骸に囲まれて、ペットの死骸っていうか、まずね、あの夫がね亡くなっちゃったこともあって、あと両親が亡くなってとね、もう喪中はがきばっかり出してましたから、うん、もうね、私のことなんかみんな忘れたでしょみたいな、ね、なるほどね。はい、もう今はね、あの年賀状出すのめんどくさくなっちゃって、もう 出さないでいいかなとか思ったりもしてますしね、うん。なるほど、はい、はい、はい、ということでですね、はい、N 先生どうもありがとうございました。はい、何ですか。え、アトラスニュースの2つ目はいいですか。2つ目読みたいですか。いや、別にいいですよ。読みたいって言ったら、読みたくないですとか言っちゃう。何ですか、それ。すごいわがままな人ですね。せっかくね、ニュース書いてくださった方に申し訳ないです。一生懸命ニュースをね書いてくださってます。ネタ探してね。いや、ネタは俺が与えてる。俺が与えてるんですか。だって来週月曜からね、うん、はい、金曜まで、月曜から金曜までアトラスニュースのネタ、うん、でもね、自主的にねネタを探す方もいらっしゃるかなと。はい、では読みますよ、うん、ガリバー旅行記の予言、火星の衛星にまつわる不思議な記述、うん、
アイルランドの作家ジョナサン・スウィフトが1726年に著したガリバー旅行記といえば、誰もが小人に取り囲まれた主人公ガリバーのイメージが思い浮かぶだろう、うん、こんにちは、あ、間違えました、何やってんだろう、こんにちは間違えました、こんにちは、こんにちはって、あの小人がいっぱい来る、そうなんですよ、ちょっと小人のイメージしちゃったらと違いますから、うん、はい、今日では児童向けの冒険話として読まれる傾向の強い作品であるが、実際は政治的、いわば風刺をふんだんに込めた作品であることでも知られている、うん、今では誰もが知るヤフーも、その由来はガリバー旅行記の第4部馬の国に登場する猿のような毛深い生物ヤフー、最低醜悪な下等生物に由来しているのは有名な話である。そうなんですね、あ、知らなかったですね、知らなかったで、私ヤッホーとか言ってましたからね、なんですね、ヤッホー、ヤッホーから来たと思ったんですそうですね、ヤッホーと思ったらヤフーだったんですね、でしかもなんか最低醜悪な生物、馬の国の話って知らないですか、ガリバー旅行記忘れましたね、どんな話だったかね、はい、まあ、小人の国とか巨人の国とかね言ったんじゃないですか、うんうん、当時のイギリス人およびイギリス社会を痛烈に批判する形で執筆されたガリバー旅行記であるが、実は予言をしていたのではないかと言われている、うん、それはガリバー旅行記全4編の中の第3編ラピュータの渡航記にある。ジブリ作品天空の城ラピュータのモチーフになったことでも知られる空飛ぶ島ラピュータは、数学や天文学、そして音楽に没頭する人々が住む島として描かれている。その作中の天文学者からガリバーは火星には2個の小さな月があると聞かされるのである。火星の2つの月、すなわち衛星は天文学者のアサフ・ホールが屈折望遠鏡で発見し、ギリシャ神話に登場する神の名前から取られ、フォボスとダイモスと名付けられている。しかし、ホールが火星の衛星を発見したのは1877年であり、ガリバー旅行記が発表されてからおよそ150年後のことなのだ。このことから、ガリバー旅行記は火星に衛星があることを150年前に予言していたのではないかと言われているのだ。この火星の衛星は本当に予言であったのだろうか。ガリバー旅行記の記述におけるそれぞれの衛星は、内側フォボスは火星の直径の3倍離れたところを10時間で回り、外側ダイモスは火星の直径の5倍離れたところを21時間30分で回ると記されている。観測結果からするとこの数値はやや異なってはいるが、この2つの衛星の軌道はガリバー旅行記の中で述べられていた通りであったのだ。ガリバー旅行記が発表された当時、地球の月の他には木星の4大衛星しか知られていなかったにもかかわらず、なぜスウィフトはこのような記述をすることができたのだろうか。最も有力とされている説は、スウィフトがドイツの天文学者ケプラーの知識から得たものであるというものだ。天体の運行法則、ケプラーの法則を提唱したことで名が残るヨハネス・ケプラーは、一つの衛星を持つ地域と4つの衛星を持つ木星の中間にある火星は等比数列により衛星が2つあるのではないかという説を唱えていた。結果として火星の衛星は2つあったため、スウィフトはこれを参考にして引用したに過ぎないのではないかと言われている、うん、だが社会風刺小説としてのガリバー旅行記にそのような予言めいた事柄を記したのはなぜなのだろうか。ラピュータの人々は科学に没入するあまりまともな生活ができない様子で描かれており、それが科学者という存在に対する揶揄であることは容易に想像ができる。ケプラーの説は当時まだ予想に過ぎないものであったが、こうした科学者の見解や発見は、これほどに科学が進んだところで社会は良くならないという批判材料として必然的に用いられ、それが偶然にも後年に的中する形になったということなのかもしれない。うん、はい、ということですね。なるほどね。はい。
ね、ガリバー旅行記ね、楽しい物語でしたけどね、うん、まあ、子供の頃に読んだからそんなに、ね、深読みとかはしなくてね、うん、ただ楽しい小説ぐらい、ね、小人の国でみんな終わりですよね。そうですかね、うん、あと巨人の国をずっと読んだ、巨人の国あったような、ね、うん、だからね、そう大きくなったり小さくなったりとか、まあ、相手がね、相手がそうなんですね、うん、大変だなと、うん、はい、でこの挿絵とかもすごくね面白かったんですね、小人がいっぱいいて、うんうん、ね、はい、ガレは寝てると髪の毛とかみんな、うん、そうそうそう、髪の毛とかね、みんな細かく細かく、ね、ガリバーがこの小人になるとか、はい、ありましたね。あそこの巨人と、あの最初にあった小人があったらどうなるんですかね。すごい、あのね、そうそうそう、ちっちゃすぎますよね。気がつかないんじゃないですか。アリンコより小さい感じになっちゃいますか。うん、そうですよ ね。はい。なるほどですね。はい、はい、ではアトラスニュースからでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで終わっていきますが、はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、何ですか、また予告とかするのすっかり忘れちゃったじゃないですか。何ですか。1月7日がね、秋山階段、高円寺ショーボートで秋山階段ありますし、うん、はい、あと1月の27でしたっけ、だんだんなんか何、私持ってきたのどこに、うん、1月の27日がレムリア会談、うん、レムリアワールドがレムリア僕は笑わそうと思ってやってるんじゃないですよ、レムリア会談へようこそね、そうじゃありません。なんでそんなこと言ってるんですかね。はい。はい、ということで司会もレムリアさんがねされるというふうに、うん、ね、レムリアまみれの階段が。そうそう。まみれの階段。まみれてくださいよ。ね、あと千六本さんやエスタさんや、うん、マシンガンジョーさん、あとなんかどなたかなんか決まったとかいう話もありましたけど ね、うん、そうですね。はい。ということでね、あの私たちあのおばば2人組のおばばは受付などちょっとサポートいたしますのでね、はい、1月27日レムリア会談で、2月の24日がナオンの会談、これなかなかね出演者がね集まらないんですよ。もうこれは延期しますか、ね、延期ですか、残念です ね、 あのね、女性の怪談師になりたい人とか名乗り上げていただきましょうか、どうでしょうね、まあ、なりたいだけ とりあえず、うん、延期して、延期ですか、はい、あの仕方ないですね、うん、はい、わかりました、うん、ということでね、じゃあ延期している間とかにね、なんか怪談師になりたい女性とかがいたらどうしますか、ね、ちょっと受け付けますか、考えましょうか、ちょっと上手になってくると身に払って立ち上げてくるんです、ね、うん、はい、あ、そうですね、ちょっとな修行とかもね、うん、していただくかもしれなくてね、どんどん上手になっていただければと思います、はい、こちらは、はい、延期ですね、はい、はい、そんなわけで、あ、はい、何ですか、本当何ですか、あとはいいです、え、いいですって言うとちょっと気になっちゃうでしょう。気になりますね。気になりますね。はい、ですね、2月。あ、うん、もう俺のお茶飲んだな、お前。やめてください。本当に私の。私のですよ。私、じゃあこれ飲みたいとか言って。俺のこと好きなんだな。違いますよ。エスタのこと好きなんだな。突然エスタさんが出てきて、そうですね、ちょっとバラされてしまいました、エスタさんのお茶をね間違えて飲んじゃってね、その後捨ててくれればいいけど、なんかまたエスタさんが飲んでいたという、何やってんの、何やってんでしょうね、だから風邪ひいちゃうんですよ、あ、そうですかね、そうなんです、ちょっとね、やっとね、やっと治りかけかな、昨日は咳ひどかったんですけど、とりあえずね、階段王だけはね、なんとかのやり遂げることができたので、もう気合でやってますからね、私たちの世代はね、僕なんかもう、ね、うんちしまくってな、自分なんかうんちに行って、せっかくそれはね、言わないようにして、あの山口先生は体調不良なのでって綺麗にまとめてたのに、体調不良とか言うと、うん、はい、
そんな体調不良でどうなんだってことが始まるやつ、うん、始まる人は無視してくださいよ。そんなの、ね、どれだけ使ったか。体調不良は体調不良ですよ。はい、うん、ねえ、そうですよ。で、体調不良だけど先生もね、這いつくばってね、出てこられましたしね、階段王の会場にね、まあ、ボロボロの状態で。だから一時はなんか連絡が全然来なくてどうしようとか思ってたけれども、いや、ちょっと打ったじゃないですか。あ、遅いですよそれ先生。今向かってます。遅い。もう私たちがね、しっちゃかめっちゃか忙しい時にね、打たれててね。まあ、よかった、はい、よかった、よかった、終わってよかった。はい、はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、次回の不思議な世界アトラスでお会いしましょう。それじゃあ、さようなら、はい、さようなら。